放送室イエーイ。はい、ではまずラジオネームヤマトマトさんから。吉田山さん、メガネさん、こんにちは。いつも楽しく動画拝見しております。初回のサキミーさんの回にてメガネさんが吉田山さんとの収録で死んでしまうとおっしゃっていましたが、ご存命でいらっしゃるでしょうか。気になって夜しか眠れません。もし無事であれば吉田山さん、いおりもえちゃんの混ぜるな危険コンビを混ぜてみたラジオの収録楽しみにしております。これメガネさん、メガネさんなんかね、ちょっと距離を取って手を振っています、うん、あーそういうスタンス寂しいな、はい、おー、はい、メガネとは距離を取ってしまうとは情けない。そうということでね、今回私、はい、宮本咲が、はい、メガネさんの代理として、はい、そして生贄としてここに呼ばれたわけでございます、はい、ということはメガネさんのスケープゴートとしてさきみーが召喚。そういうことさきみーを墓場に置いてターンエンド。やだー、なんかね、めっちゃ近くにいるいる。なんかあったらキラーパス送りましょう。文字通りのキラーパスですね。じゃあまずふつおたから、はい、どうしようかな。ラジオネームしきさんから、うん、吉田さんこんにちは。いつも動画楽しませてもらってます。やった。私は今学生なのですが、レポートの多さに、うん、あ、何これ、読めない、へきへきへきやばい、もうダメかもしれない。帰ろうかな。漢字知らねえよ。知らねえよ。知らねえよ。へきへき失礼しまいます。特に英語と科学が苦手でよくわかんないよと頭を抱えています。苦笑い苦笑かな。そんな不安になんなくていいんじゃない。吉田さんは得意な教科、苦手な教科はありましたか？あと、よければ応援の一言をください。うわー、レポート、レポート多いよね。多分学生、大学生かな。え、さきみーもでも大学やってたよね。大学、大学やってた。大学やってたよね。大学者経営。やってた、やってた。え、レポート、多かったね。2000字ぐらいだったらさ、うん、気合で書けるけどさ、うん、1万字以上だとさ、うん、大変だった記憶あるな。わかる。なんかこうやんなきゃって思うんだけど、うん、あのやるまでの時間がめちゃくちゃ長くて、うんうん、なんかパソコンを開くのに時間がかかる。わかる。で、開いたワードを、インターネットを開くの、まずインターネットエクスプローラーを開きますみたいな。ニコニコ動画を開きますみたいな感じだったかも。うんうん、教科、苦手な教科ありましたか、はいはい、ってことなんで、うん、なんかそういう得意な教科だったらこうだったとか、うん、え、私何かな、でもやっぱ国文系の方が得意で、うんうんうん、なんか私受験をさ、うん、してなくて推薦だったの、うん、だけど、うんうん、一応塾に通ってたんだけど、うん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 、その時になんか論文、小論文で教えてもらった、うん、唯一覚えてるのが、うん、なんか自分の得意な話に持ってけみたいな、結論みたいな、なんかその小論文って何千字以上書かなきゃいけないんだけど、うんうんうん、なんか自分が超上手に書ける何個かの話をもうストックしておいて、なんかその話に持っていけみたいな、そしたらめっちゃいっぱい書けるし、結構遂行もできるみたいなのあったから、すごいね。レポート、うーん、私でも文系だったからさ、その自分の考えを書くのは大丈夫なんだけど、うんうんうん、この人が理系だったらちゃんとさ実験の結果とかも書かなきゃいけないよね。確かに論理的にみたいな。そうそうそう、そうだね、確かにその文系理系で違うのか、結構違うのかな。いや、なんかすごい文系でっていうのなんかいいね、うん、なんか吉田山の今につながってる気がして。え、さきみー何系？文系、文系でしょ。え、でも私やばいから、コミュ障なのに、うん、コミュニケーション文化学科だった。え、僕なんで。しましょ。え、今から卒業する人なの？違うけど、なんか私も心そばにいるよ。それが応援の一言ということで、ね、大丈夫ですか？大丈夫です。もしなんか集中力
力出したかったら、うん、なんかネカフェとか行って、うん、行ったらなんかお金払ってるし、うん、レポートやんなきゃって気にならん。あ確かに、ね、私がそういう方面でのアプローチはいいかもしれないねっていうのも一言付け加えて頑張って欲しい。すごい応援の一言が、一緒に卒業しようって。こいつ卒業してねえのか。なんかさ、一緒に嬉しいかなと思って。ちょっとアプローチの仕方無理かもしれない。この人本当に文系なのかな。コミュニケーション文化学校を卒業したのかも。ちょっとダメだったかもしれない。文読めてないかもしれない、うん、はい、ありがとうございました。しきさん、しきさんありがとうございました、うん、じゃあ次行きます。え、誰がいいかな。誰がいい。え、じゃあなんかこうすぐ終わりそうな。あ、確かに確かに。かぼちゃさん、うんうん、かぼちゃさんいいんじゃない。最近冷凍みかん棒にハマっています。吉田山さん好きそうなんでおすすめです。あー、いいじゃんいいじゃん、美味しそうだよね。ちゃんとやれ。え、ごめん、ちょっと早く帰りたさが出てきました。もうね、もう一発目からね。一発目やばいでしょ。だって一緒に卒業しましょう。やばいでしょ。どういうどういうこと。心はしきさんのそばにいるからさ。ちょっとそばすぎる。そばすぎる。え、じゃあかぼちゃさんも一緒に食べよう。全部寄り添ってくれるじゃない。それじゃない、それじゃない。求められてないこと求めるのやばい。やばいね。でも実際調べてみてください。レトミカンボ、確かにやばい。調べてないのに美味しそうっていうのやばい。あ、あんず棒みたいな感じのみかん棒だ。あ、あ、こういう形状なんだ。なんかもっとなんだっけ、ガツンとみかん、はいはいはい、みたいなやつを想像してたけど、なんかこうシャリシュッシュッって食べるので。シャリシュッシュッ。もうやめようぜラジオ。え、ちなみになんですけど、はいはいはい、こう今ね語彙力に不安が生まれてきたので聞くんですけど、はい、ラジオの経験ってあるんですか。ラジオの経験、なんか有線とかのラジオあったな。あ、え、でもすごいちゃんとちゃんとしてる。確かに今までなんで平気だ。あ、あと、うん、なんかあの手伝いで、うんうん、あのえなこちゃんのラジオ見学しに行ったら、うん、いきなりゲストしたことだった。なんでみんなこんな適当なんだろうね。うん、そうか、そうか、あるのに残念だな。シャリッシュッシュで美味しそうだと思いますよ。じゃあラジオの経験はないということで。ないと。私と同じだね。そうですそうです。じゃあ、はいはい、もう一つ普通歌を、はい、じゃあラジオネームコバさんから。お、吉田咲ちゃん、お久しぶりです。はい。こんにちは。お元気ですか？元気です。ちゃんの声好きなんで、ラジオ企画ありがとうございます。相変わらずお綺麗なんですけど、PP の動画を見るたびに意外とサイコパスっぽい一面も見えてきたんで、びっくりしました。でも、そんな咲ちゃんも大好きです。あったかいかよー。コバニキ。うん。けど、はいはい。意外ではないよね。まあ、確かに。意外、意外、うーん。でもなんかあんまり、うんうん、そのこういう風に自分を出す場所ってなかったから、うん、なんかより一層サイコパスっぽいところは強調して出てるのかな。うすうす見えてたけど、確信まで至らなかったけど、それがなんかこう継続して見えると、あ、こいつやっぱサイコパスなのかなって思うのかな。そんなことはないと思うんだけど、おかしいな。なんかさ、サイコパスの人ってさ、うん、なんか一応さ否定するじゃん。否定する。だってあれ何なんだろうと思ってるの、こちらからすると。なんかいや、否定できるようなことないけどな。サイコパスって定義中になってくる。サイコパスの定義とは何でしょうかみたいな。確かに。でもなんかあれだね、なんかこうこの後のさ、吉田山ベスト場面集みたいなのもなんか多分通じてくる話題なんじゃないかなと。確かに嫌だな。思ったんですけど、まあね、はい、こう振り返っていただいて、うん、サイコパスということを認めていこう。いや、これは聞いてる皆さんに判断していただきたい。そして答えはそっと胸の奥にしまっておいていただきたい。そのまま結構、はい、胸の奥にね、うん、そうそう、声に出すなということ。声に出すな。やばすぎるじゃん。はい、それではふつおた以上になります。たくさんのコメントありがとうございました。それでは次の企画に行きます。吉田山に聞きたいこと、解決してほしいこと。よいしょよいしょ。イエーイ。これは、はいはい、なんかね、あの、うん、事前に吉田山に聞きたいことや解決してほしいことをお便りでいただいてるんですけど、うん、でもなんかあの、解決した解決ね、あのさ、みんなさ、私もっとちゃんと解決できるよ。期待され
されてないっていうのがね、もうすごい出てる。丸わかり。ね、でもこれはね、あのメガネさんと私と、うん、そして吉田山で選んだ質問をしていきたいと思います。はい、頑張って解決しますね。はい、じゃあまず、ラジオネームプリートさんから、はい、電流の時どうして喘ぎ声になるんですか。私も解決してほしい。喘ぎ声じゃなくないですか、聞きたいこと。そして解決してほしいこと、どうして喘ぎ声に聞こえるんですかね。あれはああって言ってるだけで、喘ぎ声じゃないんだけど、自覚なしか。自覚なしか。先生どうしたらいいでしょうか。なんかね、あのでもまあ、うん、一つまあ訂正があるとしたら、うん、別に電流の時だけじゃないかな。うん、あ、なるほどね。うん、吉田っていうことは総括すると耳が悪いんじゃん、みんなの。え？ちげえよ。ちげえよ。そうじゃねえよ。メガネさんが死んでた今。いや、頭抱えてた、びっくりした。ヘタバーンしてる。あ、でも確かにどうしてと言われたら、うん、まあ、別にあの喜怒哀楽を、うん、あの表しているだけだけ、すべてということですよね。そうですね。あー、なるほどって感じなんだと思う。電流来て痛いな、なるほどね、確かに痛いわ。あー、あー、なるほどみたいな。あ、じゃあいつものあーは、うん、あー、なるほどっていう簡単詞よ。喘ぎ声と簡単詞は違うでしょ。ということでした。ということだそうです。はい、プリートさん参考になったかな。じゃあどんどんいきましょう。はい、じゃあビンジーさんかな、うん。自分はドクターマーチンというブーツが大好きで、かっこ30足以上あります、うん。暑くてもブーツインして履いているのですが、街を歩いていたらすれ違いざまにデブがブーツインして履くなと言われてへこんで。嘘。やっぱ痩せてかっこいい人じゃないとブーツインして履いちゃいけないのか悩んでいます。うん、吉田山さん的にはブーツインしてるデブはアウトでしょうか。助けて。え、マジでこれアウトかセーフで言ったらもうセーフでしょ普通に。助けてって言って。助けてって。っていうかマジで。これ楽屋でさ、うん、話してたけどさ、うん、ありえないって言ってたよ ねけどなんかもうさ、でもさ、うん、たまにさ駅とかでさ、うん、なんか言ってくるおじさんいるじゃん。いる？どんな？なんかなんて言ってくるの？え、なんかわかんないけど、なんだって、うん、私そんな長いスカート履いてんみたいに言われる。どういうこと？そんな長いスカート。あ、だからやっぱもうあの目に見えたことをそのまま言う人ってやっぱいるかね。え、そういうことなのかな。だから別にこのビンジーさんがいけないとかじゃなくて、うん、一定数目に見えたままを言ってしまう人っていうのがいるのか。確かにこう、うん、おしゃれっていう観点で言ったら、うん、もしかしたらスリムな方が似合ったりなどするのかなって思ったりなどするんだけど、どう？これを機にダイエットするっていうのもありかもってちょっと一瞬思っちゃった。うん、いや、これも言わない方がいい。そんなことないんじゃない。でも別にぽっちゃりしてる人がブーツインしても、うんうん、あの全然いいと思うし、いいと思う。だけど痩せてかっこよくなったらさらにその大好きなマンチンが似合ったりもするから、確かに、ね、選択肢の幅を増やすために、うん、そういう方向を目指してもいいかもしれないよね。うん、すごい、これはちゃんと解決してる。できてますか。やった。それ言われたら嬉しい。これは助かった。よし、やった。多分じゃあ一緒にブーツインしよう。うん、そうなっちゃう。そうじゃないんだよ。じゃあでもね、続けていきましょう。頑張って、うん、メガネさんが、ね、応援してるよ。メガネさんもだいぶもう、まだいっぱいあるから。そう、まだいっぱいあるから行きましょう。プラスプラスさんから、うん、吉田さんにとってグラビアで水着と下着どっちが好きなのでしょうか。はいはい、理由とかもあれば知りたいです。あ、なんかさ、水着と下着のでもなんかその境界線って結構もう今少なくなっててさ、うん、なんかさ下着も水着って言ったりするよね、うんうんうん、なんか例えば撮影会とかで、うん、なんか私服撮影、水着撮影って言うけど、うんうん、じゃあその水着撮影の時に下着とか持ち込んだりとかもするしっていうのがあるから境目はよくわかんないけど、まあなんかその雰囲気で言うと下着の方が好きかな、うん、でもさ眼帯水着とか言うじゃん。確かに。でもあれって水着じゃないじゃんみたいな。確かに。あれね、外で着ること想定されてないもんね、うん、なんかへえ、むずい。だからなんか言えばコットン生地の
なんかやつの方が好きかなみたいな、その水着素材っていうよりかは、うんうん、コットン地の水着でもいいんだけど、うん、下着でもいいんだけど、うん、の方がやっぱり好きかな。うん、なんかその服の下に見えた時のドキドキ感が違う、やったぜ感がやっぱり違うよね。やったぜ感あるよね。やったぜ感があるし、なんか肌の質感とかもやっぱりこう生のね、うん、こうプリンとした感じがより出るのは、うんうんうん、コットン地の方だから。コットン地気持ち悪いかな。いや、なんかいいと思う。吉田山のね、グラミアアイドルとしての一面、なんか確かにそう、すごい真面目なんだなって思っちゃったりしたけど、でもさ、なんかグラミアアイドルマジでさ、あ、でもコスプレイヤーさんもどうかわかんないけど、マジで超細かいさ、とこまでさ、どこのラインの露出を許せるかとかをさ、なんかもうあの水着の、うんうんうん、例えば下着の下のボトムスの横が空いてるところを許すか許さないかとかでも、うん、DVD で結構揉めるというか話し合いとかして、でそこを一回解禁しちゃうと、もうそれって次から当たり前になっちゃったりするから、はいはい、そしたらじゃあ前回はそのそこ空いてるのはやったんで、じゃあ次どこ空きますみたいな、え、もうなんかそんなみたいな、なんか水着ビンゴやめろみたいな、なんかどんどん裸にされるみたいなのがそうあるから、なんか結構なんかこうね、センシティブに反応しちゃうかもしれない。あー確かに、うん、そうかもね。どっちがと言われると、まあ、どっちも好きだけど、うん、まあね、よりなんかいい生っぽい感じの方が好きかもしれないです。プラスプラスさん、なるほど、はい、ちょっとこの回答にはね、なんかあのメガネさんもにっこり、あ、よかった、うん、これは OK みたいやったでちそれでは次、はい、ラジオネームはるさんから、はい、最近吉田山に会うことができていません、はい、今後撮影会などの予定はありますか？撮影会の予定はないんですけど、会いたいよね、みんなにね。会いたい、なかなかね、うん、イベントとかもね、ね、だからできてないから、うん、難しいです。うん、おちちちちち、お、10万人行けば会えます。あ、え、あ、ズーム？いいですよ。確かにハルさんも結構その撮影会とかに毎回来てくれてて、うん、そうなんですよ。だから嬉しいなって思ってても、思ってもらえるのもすごい嬉しいなと思います、うん、でさ、なんか撮影会浮いたお金で他の子のお仕事行っちゃおうとかじゃなくてさ、確かに確かに、やりたいし、あの、行きたいよって言ってくれる言葉、ハル、うん、さん、そういうのはいいですよ。いいですよ。いいですよ。誰なんだ。誰なんだ。聞きたいこと解決してほしいこと。いいですよ。いいですよ。肯定。いやでも、なんか本当に、うん、なかなかね、会えない期間が長くなっても忘れないでくれてるっていうの、うん、すごい嬉しいですね。ありがとうございます。ちょっと10万人達成して会いましょう。そう、ね、なんかいろんな人に宣伝とかしてほしいね。よろしくお願いします。はい、はい、では次、ラジオネームスッキーさんから、うんうん、吉田山さん、はじめまして。自分はつい2ヶ月前から PPE を発行し始めたにわかの呼吸のものです。吉田山さんが山の中で一番好きな山は何ですか？自分は富士山が一番好きです。山、うん、蔵王、蔵王って山脈だっけ？違う、なんかさ、これちょっと待って違うの、何にもね、うん、私も山の思い入れ何にも、あ、ちょっとあるわ、そう、あるちょっとあるかい、あるんだ、なんかさ、うん、私中学校3年生の時の修学旅行が、うん、鍛錬旅行って言って、うん、4泊か5泊ぐらい、うん、ずっとなんか山登って降りて移動して山登って降りて移動してをずっとやってた修学旅行みたいのがあって、なんかその自衛隊さんと一緒の学校されますか？違うんですよ。で、なんか確か蔵王っていう山？いや、わかる。私そこそこ最近行きました。え、本当に？キツネ村とかがあるところだよね。あ、そっか。あれ蔵王キツネ。あ、でももともとスキーとかのところかな。なんかに登って、で、私その時ちょうど中学の時の合唱の歌が蔵王だったんですよ。うんうん、なんか蔵王の合唱の曲があって。え、まあ、うん、全然歌って、歌って、え、どうなんだろう、なんか怪獣のバラードみたいなやつで、多分よくある合奏曲合奏曲みたいなのがあって、それを蔵王の山の上でみんなで歌うっていうことをして、ちょっとインパクトあるんで、なんか好きな山って何かなって言われたら、いや、もうほんと蔵王かなみたいな。蔵王って地名じゃない？え、蔵王山脈？蔵王山なんだ。あるんだ。蔵王山なんだ。
なんかまともな山登りってその辺ぐらいしかしたことないな。確かになかなかね、しないよね、機会ないよね。むしろ私ザオって答えられただけ、うん、割とちゃんと答えたと思う。登ったことないけど富士山とかさそういうよりはマシかなって思ってますよ。確かに、なんかエピソードがねちゃんとあったからね。そう、用意できたからよかったよ。ちなみに京都に吉田山っていう山がマジであるんだよね。え、マジで？そうそうそう、登んないの？なんか登ってもいいけどいつか行こうかな。あと日本酒もあるんだよね。その日本、あの京都の吉田山にちなんだ、そう、日本酒あって、いいなぁ。なんかこう吉田山っていう看板とかの前で写真撮ってほしい。撮りたい、ね、撮ってほしい。撮る係します。日本酒飲みます。行きましょう行きましょう、はい、ということで象が一番好きですということでした、はい、じゃあ次行きます。ラジオネームあゆむんさん、うん、吉田さん聞いてください。先日家で PP の動画かっこヤングアニマル撮影の密着を見ていたら、親にエッチなビデオを見ていると勘違いされてしまいました。もう向こうに行けません。どうしたらいいですか？いやもうこれはごめんね、あゆむさん。謝ってる、謝った。なんで？いや別に私は愛でるつもりはないけど、うん、自分の存在のせいで親に勘違いされてしまったことは、うん、まあ、一応謝っとこうかなと。まあ、ただどうしたらいいですかっていうのならば、うんうん、いや向こうに行けませんって、むしろ、うん、親に勘違いされたんだったら向こうに行けるでしょ。もう家を出れるでしょ。あ、確かに気まずい気持ち。そう、気まずい気持ちをもうほらこんな家入れねっつって向こうに行くチャンスだよ、あやまさん。やっぱね、うん、ピンチはチャンスです。何この感じ。いやそうだよね。え、うん、なんかヤングアニマル撮影の時の吉田山、うん、何してたかな。会えてたっけ。いやまあ会えてる可能性はまあ大体9割ぐらい。いやなんかあれか、これ下名前来てないよみたいな感じしてたんだけど。確かになんかね、バンされようとしてた。そう。で、ココロちゃんに一緒にバンされようよ。確かに、ココロちゃんもいいなって言ってて、ちょっとよくわかんない。いや、よくわかんなかったから。どういうことってなった気がする。そうあ、でもね、確かにこう、うん、ピッピーの動画の中でも、うん、ヤングアニマルはね、やっぱグラビアの密着だから、うん、ちょっとね、うん、セクシーめではあったよね。あった。肌面積がね。うん、じゃあこれ、聞きたいことラストになるのかな、はい、じゃあラジオネーム、この世で一番悪ふざけが嫌いな人、真面目な人からのね、ありがとうございます。真面目なきっとお手紙なんだろうな。 H カップのおっぱいってどれくらい重いんですか？いや、全然やらしい意味とかではないですけどね。どれくらい柔らかいものなんですかね。全然やらしい意味とかでないですけど。いや、そうですね。悪ふざけが嫌いな人だから。そうそう、悪ふざけじゃなくて真面目に聞いてきたんですね。知的好奇心で聞いてきただけだから、これは。うん、どんぐらい重いんだろう。先に持ってみる。ちょっと持ってみたい。ちょっと待って。じゃあ、うん、ここに手を置くから乗せて、うん、すごい。なんかこれさ、よくさ、ツイッターとか出てくる小動物の体重の測り方みたいな。で、そういうことだよね。そうですか。あ、重っ。重っ、これ。これね、1アーニャ、1ソーニャあるよ。お、右左で。お、ソニャ。ソニャアーニャは、あの、私の猫ちゃん、飼ってる猫ちゃんなんですけど。私、右と左にサキミーの愛病がいるってこと？サキミー？そうだ。いや、もうじゃあ、私の胸を見るたびに、うん、サキミーは飼い猫のことを思い出してくれ。確かに。いけるか。でもアレルギーだから、猫。私の上でアレルギーになられちゃう。いや、でも、うん、リアルにこれ、なんだろう、こう、ね、重さの単位で言ったら、だいぶずっしり。猫一匹、いるかな、猫一匹おぐらいいる感じの重さだった。なるほど。柔らかさはどうでした？柔らかいよね、多分人。柔らかいタイプだと思う。確かに、人より柔らかい気がする。ちーちゃんも柔らかいタイプなんだけど、うんうんうん、割と、双璧をなす柔らかさ。壁にならねえよな、柔らかかったら。ちょっと、確かにね、壁にならない。まあ、壁にならない。かねつまなっちゃんが担当してくれるから。確かに。もうダメだ、死んでる。メガネさん、知らないで。何？生きて。こう、よくさ、うん、なんか、あの、二の腕触ったらとか、うんうん、なんだっけ、車から手を出したらとか。あ、80キロ私、試したことある。嘘、やったことある。
るある。でもね、私80キロじゃないと思うけど、うんうん、多分やったことあるけど、うん、それよりね、柔らかい、だいぶ。やった、私空気抵抗より柔らかい。そういうこと。え、何より硬い？え、なんかその大なり小なりでさ、うん、近づけていこうよ。あ、何より硬い？みかんより硬い？みかん、まあ、その熟し方によるけど、ね、でもみかんより柔らかい。おえ、よくさ、マシュマロ？あ、マシュマロより柔らかい気がする。確かに。私よく言うの、水って言ってる。あのビニール袋、あのスーパーである透明、半透明のビニール袋あるじゃん、うん、あそこに水ピューって入れた時の柔らかさに近いなって。あ、確かにそうだよね、うん、なんか、なんだろう、あの金魚入ってたやつとか。そうそうそう、わかるわかる、そういう感じだよね。なんかね、これから当分夏になるから、うん、ぜひこれ、あ、これは吉田やかなって思いながら、うん、夏祭り楽しんでほしいね。本当にそれくらい柔らかい。なんか何の話だろうって思っちゃったけどね。やったぜ。でもね、すごい全然やらしい意味とかじゃなくて、真面目に聞いてくれてるから、うん、私も結構真面目に答えたつもり、うん、参考に、ね、なったらいいな。悪ふざけ一番嫌いな人。はい、それでは吉田山に聞きたいこと、解決してほしいこと、以上になります。はい、読めなかった方どうもすいませんでした、たくさんの応募ありがとうございました。はい、ということで、うん、ピピ放送室第3回になるのかな、うんうん、吉田山の回は初回でしたけれども、はい、どうでしたか。いや、もさきみんがね、うん、一生懸命寿命を減らしながらお便りを紹介してくださって、きっとね、メガネさんの寿命もこれで伸びたと思います。すごい、ありがとうございますよ。え、もう私なんかダメじゃない？呪いのサビみたいな。え、すごいね、本当に離れたところで今拍手してた、うん、なんか、うん、なんだろう。え、次もちなみにこういう感じですか？遠いところから OK みたいなマークで、まあ、私は別に誰でもいいんですけどね。そうだよね。ね、貴殿の貴殿の方のね、うん、事情がきっとあるので、貴殿の方のね、ご事情が多分あると思うので、あ、じゃあやっぱユーリンとかいて、あとメガネさんと3人でやってもらって、ビッグバンを起こしていこう。すごい新たな貴殿をね、作っていきたいですね。次のね、放送もさきみよろしくお願いします。はい、日本撮りなんでね、ぜひよろしくお願いします。はいはい、ということで、うん、今回のさきみ頑張ったよ、寿命を減らされながら頑張ったという方は、ぜひさきみへの応援の意味を込めてグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方は、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回、イエーイ、楽しみだね、バイバーイ。